アネクドートとは、ロシア語では、滑稽な昭和全般を指すが、日本ではそのうち特に旧ソ連で発達した、政治風刺の小話を指して用いられることが多い。本来この言葉はギリシャ語のアネクドトスに由来し、こうにされなかったものの意を表した。同根の言葉である英語のアネクドートや、多くの言語での対応する言葉は、逸話の意味で用いられている。この記事では、ソ連時代を、主とした、 ロシアの政治的な小話について取り扱う。先制的なロシア帝国時代からロシアにおいて政治風刺を口にすることは危険なものだと考えられてきた。旧ソ連時代には公的に発行されていた風刺雑誌クロコジールで当時の政治的出来事を風刺することが少なからず認められていたものの個人でそれを行うことはそのほとんどの時期を通じて やはり非常に際どいものであった。そうした抑圧的環境にもかかわらず、あるいはむしろそれゆえ、ロシアにおけるユーモアは解放感を持つ文化として、また、エリート層に対する対抗と冷やかしの手段として花、開くこととなった。例えば、1970年代から1980年代初頭にかけて、ブレジネフのソ連停滞期には、比較的平和で、 政治的に安定した環境にあったため、むしろ鋭い政治的ウィットが世の中の至らなさいと向けられた。1990年代に先制的な支配体制が終わりを迎えるとともに、逆に政治風刺の衰退が西岡の印として惜しまれることになった。共産党支配の終焉後に現れた犯罪者まがいのビジネスマンのような新たなロシアの顔は、 別の風刺の形を作り出している。こうしたロシアの笑いにおいて最も一般的な形式がオチを持った小話であるアネクドートである。典型的なアネクドートは固定化された設計とおなじみの登場人物を持った一連のカテゴリーからなっており、意外さの効果は言葉の上でのプロットや役割の無限のバラエティによって担われていた。政治的アネクドートが ロシア内の人々の不満の吐け口となった一方、冷戦時代の西側では、こうした政治的アネクドート自体が、政治的価値を持ち、ソ連のイデオロギーの大敗を示すものとして広められた。さらに、アネクドートとして紹介されるものの中には、実際には、ソ連生まれのもののみでなく外国生まれのものもある。日本では1970年代の読売新聞が、アネクドートを、 よく紹介していた。いくつかのひな型があり、人名や国名を入れ替えるだけで、どこの国でも通用するものがある。ソ連刑法58条では、反素的プロパガンダには最高で、死刑を適用できた。政治的アネクドートを口にすることは、旧ソ連の人々にとって一種の危険なスポーツのようなものとみなされていた。マルクスレーニー主義の理論によれば、共産主義とは、 社会主義の段階を経て達成される社会発展の最終段階であるユートピアを意味していた。ブレジネフはソ連が共産主義を構築しようと邁進している発達した社会主義の段階にあると規定していた。共産党の掲げる様々なスローガンは格好のネタとなった。中には共産党宣言を表し社会主義国では神聖視されるのが常だったマルクスに ついて揶揄したものも存在する。架空の放送局アルメニアラジオあるいはラジオエレバンは、どんな質問であろうとちゃんと答えてくれ、ソ連式の言論の自由を示していた。スターリンの時代、強制労働キャンプの数は増え続け、1950年代の初めには170万人が収容されていた。政治家に関するアネクドートは、それぞれの性格を強調して描き出すものが多い。 レーニングラジーミル・イリーチ・レーニンは、優しく、子供好きで、分かち合いの精神を持ち、優しい目をしているなどのプロパガンダによって、定着していたイメージをからかわれた。しばしば、革命政府のあったスモーリヌイ学院で、秘密警察の長官ジェルジンスキーや、農民の代表と会話する、偽善的でずるい人物として登場した。スターリン・ヨシフ・スターリンは気難しい人物とされ、それを皮肉った。 ブラックユーモアが多い。フルシチョフに聞いたフルシチョフの話は、しばしば彼が試みた、経済改革について触れていた。特に彼はトウモロコシを導入したことから、トウモロコシ男と呼ばれて咲いた。農業政策の失敗や、都市開発、米ソ関係の悪化、1961年の投稿量の中で20年で、共産主義を実現するといった約束。 あるいは単にハゲていることや下品さ、女たらしであることなどをからかわれた。ブレジネフ・レオニード・イリーチ・ブレジネフは愚かでボケた古代妄想を抱いている人物として描かれた。また、勲章を多数胸につけるのを好んだこともよくひねくられた。アンドロポフ、チェルネンコ短期に終わったアンドロポフとチェルネンコの時代には人々はクレムジンで行われている家のレースを 興味深く眺めた。アネクドートに登場する定番のキャラクターである、ラビノビッチは、年会費を支払ったので、葬儀に出席するチケットを買わずに済んだと言っている。ゴルバチョフ・ミハイル・ゴルバチョフは、しばしば南ロシアなまりをからかわれたが、ペレストロイカの時代には、次々に出されるスローガンと効果のない改革、頭のあざ、夫人のライーサマクシー・ボブナ・ゴルバチョウはがどこにでも首を、 突っ込むこと、米ソ関係がよく取り上げられた。エリツィン・ボリス・エリツィンの場合、ソ連最末期には急進改革派の象徴として英雄視されていたため好意的なものもあるが、ソ連崩壊後は彼自身の手段や姿勢を風刺するものなど多くがブレジネフと共通していた。プーチン・プーチンに関しては彼が KGB の出身であることや、 強権的な政治を絡ませたものが多い。KGB についてのアネクドートは、虎の王を引っ張ってみるような行いだとみなされていた。ソ連の政治体制や社会主義体制下での市民生活に関するもの。1237年から1480年まで、タタール人による支配を受けた歴史的経緯から、ロシア人のアジア系諸民族に対する恐怖心は根強いものがある。 特に中国人に対する恐怖心は根強いものがあるが、これはロシアの一般民衆レベルではタタール人と中国人の区別がつかず、両者を取り違えているからである。ブレジネフ時代は中祖対立が激化したこともあり、それをネタにした中華人民共和国絡みの話も作られた。ドイツ民主共和国の国旗ウルブリヒトホーネッカー、その他の指導者東西ドイツ国境を、 ベルリンの壁社会主義統一等物資不足、トラバント東側で最も経済発展を遂げた東ドイツでも物資は不足しており、東ドイツで作られていた大衆車トラバントは発注から納車まで20年近く待たされ、車の部品は半年、家具は1から2年といった具合に多くのものが長い時間待たないと手に入らなかった。こうしたもの不足、ことトラバントや、 自動車に関するアネクドートも結構ある。トラバント P601 シュタージ秘密警察、シュタージはしばしばアネクドートのネタにされている。人民警察東ドイツの警察官はあまり頭が良くないというのがステレオタイプになっていた。フルーツ戦前と同じく輸入フルーツのバナナやオレンジは東ドイツでは贅沢品であり、これもネタとされた。 ベルリンの壁崩壊とその後の政治体制の変化、東ドイツ末期にはベルリンの壁の崩壊やその後の急激な政治体制の変化を皮肉ったのが多くある。ありがとうございます。